こんにちは、野です。今回は念願のセルプホフに行ってきましたのでそのことについてお話ししますチケットのネット購入はできなかったのでクルスク駅で直接購入ですが地下鉄駅から出てなんとなく進んできたところにあったカッサは長距離列車用でしたまごまごしていたらそばにいたおっちゃんがエスカレーターで降りると近郊用カッサがあると教えてくれたのでそちらで購入です ルーブリ50コペカでした。なお、本当はトゥーラ行きの急行ラースト地下すなわち、ツバメ号に乗りたかったのですが、時間がギリギリで購入できず、普通電車つまりエレクトリー地下になってしまいました。それと、窓口での購入時、日本の VISA カードは使えました。プラットフォルマ24番線から出発です。 いつ乗っても思うのが、やはり後期だから車両の幅と椅子の幅が広いことですね。一応ビニールのモケットが貼ってありました。急行なら1時間強のところ、普通電車で2時間弱かけて目的地に向かいます。到着しました。近郊電車の切符にはバーコードがついているので、それを改札の機械のへこみ部分に差し込むと、ゲートが開きます。降りるときも乗るときも一緒です。 ちなみに列車では検察がありました5人の車掌うち4人は女性が一気にやってきて無賃乗車をチェックあるいは途中乗車のお客にチケット販売します駅前はアフトバグザルバスターミナルで調べてきた番号のバスを探します現在のセルプホフでは車掌が必ず乗っています乗車後すぐに運賃を払うと昔懐かしのタロンをくれました 料金は小型バスが30ルーブリ、大型というか普通のバスが43ルーブリでした。ちなみにこちらが小型バス。このタイプがかなり幅を利かせていました。目的地その1、グベデンスキー女子修道院。創建は14世紀。当時の不主教アレクシーによるものだそうです。4番のバスで終点で下車。中心に位置するのが、 ボリス・ゴドゥノフ時代建造のブベデンスキー聖堂。この修道院で最古の建造物です。ソ連邦解体後に修復したとのこと。ソ連時代にはクーポル部分に別の戦闘が付けられていたのですね。現在は復活祭前の物意味の時期。物意味用のメニューを頼んでみました。サリャンカと赤株のサラダ。ちょっと味的に物足りなかった。ご視聴ありがとうございました。 セルプホフのクレムリの訪問機は後日アップします。